同世代の子供、あ、声が出てないはい、お坊世代の鼓動です。はい、週末ですね皆さん。あの今日ちょっと寒いですけどね、関東はちょっと寒いのでどうなんかなというところなんですけども、今日なんですけども、先ほどちょっとミラティブを放送してましたら、あのスペシャルゲストというか、あのビッグネームの方が遊びに来てくれまして、あのフレマをやっていただいたので、せっかくなんで、あのなかなかね、そんなに YouTube のフレマとかでもあんまり多分見られないかな、そんなに多分あれですよね。今ランイベ1位の方有名人ですよね。自分はいつもよく翼カップとかオンラインでお会いして、いつもクソ強いなと思いながらシェアさせていただいてるんですけども、はい、自分は今60位、あ、もう出ないトップはい、超絶キャプテンさんが、ミラティブに遊びに来ていただきまして、ちょうどたまたまね、チャレロの5もね、いい加減クリアできない中で飽きてきたタイミングで、まあ、フレーマーをやってたらキャプテンさん遊びに来てくれまして、はい、キャプテンさんとちょっとフレーマーしましたので、まあ、ちょっとその模様を、お伝えできればな、まあ、お時間ある方は見ていただければなと思うんですが、まあ、力日本波と即日本波の戦いという形になりますので、まあ、若島津くん本当に強いんでですね、もうこれからすごい辛い時代がやってくる中で、鼓動はどうやって戦ってたのかっていうのをね、見ていただければ、珍しくですね、鼓動さん、鼓動さんで自分で鼓動さんって言った、もうダメだ。はい、自分なんですけども、珍しくあのタップパス使ってますので、まあまあ、本気にやって、本気っていうか本気でやらないと勝てないんで珍しくタップパス使ってるんで、その辺も注目していただければなと思います。はい、なかなかね、普段タップパスやらないんですけど、タップパスやらないと、抜けないくらいやばいんで、まあ、ちょっと珍しくタップパス使ってるんで見ていただければなと思います。はい、あと、まあ、トーマさんの編集次第ですけど、ミラティブ内でガチャしてるので、なんでガチャしたかって、まあ、周りに載せられて見てください。もう夢玉1個しかないんですよ。昨日、まあ、ガチャアップしたと思うんですけども、なんかみんなに載せられて、そして今日はガチの休日だったので、昼から昼飲みやらせていただいてて、やらせていただいてるっていうか、昼からあれですよね、年ってくると昼から飲むことが幸せだったりするっていう、なんだろう、なんですかね、これはもう自分だけなのかな、自分の周りの人とかね、よく話をするんですけど、昼の12時からお酒が飲めるっていうのは幸せなことですねっていうのをよく語るんですが、はい、あとまず超絶キャプテンさんが、こちら多分開いて OK っていただいてるんで問題ないと思うんですけども、新しく連盟ですね、超絶ドリームという連盟を立ち上げてます。はい、今連盟員さんがあと1人確か募集されてるはずなので、もし超絶さんのところに興味がありましたら、多分すごい楽しい連盟だと思いますので、なんかね、遺跡とかちょっと考えてる、もうちょっと高みを望みたいとか考えてる方とかは、多分超絶キャプテンさんのところにアクセス、まあ、ツイッターなのかな、ツイッターの DM とかで、アクセスか、もしくは直接連盟を検索して、応募するのかな、その辺ちょっと確認しなかったんですけど、多分ツイッターの DM で大丈夫だと思います。はい、それではじゃあキャプテンさんの、とのフレーマーの模様を、ご覧ください。はい、じゃあ今日も、ご視聴いつもありがとうございます。はい、というわけでオープニング穴開けのまたオープニングのトークなんですけども、ちょっと編集してたらですね、やっぱりミラティブから、これまあミラティブの今上でミラティブのやり取りがやってると思うんですけども、ミラティブを聴録するとディレイになる傾向がありまして、ちょっとうまくボイスが取れてなかったので、まあ、リアル実況というか、まあ、リアルのアクションでやりたかったんですけども、ちょっと前に一度ベイさんのフレマで時に入らせていただいたような形で、
ですね、初期に上げさせていただいた方なんですけども、そんな感じでちょっとあの超絶キャプテンさんのですね、あのフレマの方を、まあ、その時どういう風な感じだったのかっていうので喋りながら進めていければなと思います。なかなかねやっぱりフレマはそのまま直接やり取りして撮った方がいいんですけど、生感とかライブ感だと、まあ、ミラティブでやった方が面白かったりもするので、はいこれ今あれですね、あの長寿さんとなんかレギュレーションでやりますかどうしますかみたいな話をしてて、まあガチでっていうことなんですけども、まあ、改めて長寿さんはまあ多くの方が知っているという即パーですね、即日本パーで、自分はまあ力日本パーという形の戦いになるだろうなと思って、一応自分もまあガチでやりましょうということだったので、まあ、力日本パーで準備してましたね。はい、待機中というところです。結構ですね、本当に毎回、前回は合わなかったですけど、まあ大体ここでですね、女優さん勝ったことないって言うんですけど、そんなことはないかなっていつも思ってて、うん、まあ強いっすよね、やっぱね、もう亡者ってね、よく亡者って言われてる方たちなので、はい、今待ってるところですね、多分若島津、多分自分がこう即の本当にガチガチの方のデッキでやってないんですよね、正直若島津がフェス島津が出てから即のオール A 技カンストしてるとかそれ系の人たちとちょっとあんまりお会いしてなかったので、実際やるの初めて、特にね葵くんが多分入ってるだろうなと思ってたんですけども、どっちの葵くん使うのかなっていうので、はい、来ました。もうやっぱ即自分力パノのまあ幻突の振り方もあるんですけど、多分即の方が総合力は今高くなりますよね、多分ね、ロベルト、はい、多分基礎値が多分上がると思うんですよ、フェスゲンの数が単純に違うだけだと思うんですけども、はい、じゃあここで始まっていくの今待ってるところですね。自分が多分なんか喋ってたと思うんですよね。はい、行きます。いやーすごい熱戦でしたね。でも本当にすごい楽しかったです。また機会あればやらせてもらいたいなと思います。はい。この翼くんがね本当に取れないんですよ。はい。自分はいつも通り力2本パーです。はい。で長寿さんの方は多分これ金褒めですね。3142の金褒めだと思います。フォワード OMF が多分 10% の褒めですね、はい、で自分からのキックオフで、まあ、いつも通りロベルトやっぱり入れられてたので、まあ、ロベルトとニッタというところを攻めていくような形ですね。ここ最初一発グリーンカットパスを考えたんですけど、ニッタ君空いてたんで、はい、ニッタ君空いてたんで狙ったんかなと思ったんですけど、ちょっとクリティカル出て引っかかっちゃうの嫌だったんで、多分タックルパスカで来るだろうなと思ってドリブルにしました。はい、はい、そうですね。でここでうまく抜けて、この辺はスタンプでこう、ね、うまい感じでコミュニケーション取りながら、で葵くんがいて初マッチアップだったんですけど、これパラ見てもらえれば分かるんですが、1万4000対2万なんですけど取られちゃうんですよね。これはちょっと、ショックだったな。はい、正直ショックでした。でこっから早いんですよね。超絶さんもう超絶パス回しなの で、ただここ3人積んで、もうスカイダイブがね99とかなので、ゴール前突っ込まれたら終わっちゃうっていうのが分かったので、とりあえずワンツーとドリブルしのぎたいなと。まあ、最初多分一発目ドリブルできて、その次が多分ワンツーもしくは、ドリブルなのかなと思ったので、タックルパスカットの選択したんですけど、まあ自分ここちょっとラッキーでしたね。ドライブパス選択されてたんですけど、にじくり出てくれたんで天然にじくりラッキーっていう感じだったんですけど、でなんかねクリティカルがすごい最初出てましたね。でここで珍しく自分もタップパスを使ってるんですけども、ここでラインを見て結構悩んだと思うんですけど、どこにマッチングしようかなっていうところで、
多分ね縦に来ると思ったと思うんですよね。多分絶対縦切ってセンタリング来るかなっていうのを予測されたと思うんですけど、そこはあの葵くんかな、こいつも葵くん行ったんだよね。葵くん行ってでもう一回ここで勝負かけるというところで結構葵くんドリブル上げてるので、ちょっとミラティブ固まってるのかな、これミラティブ固まってる感じですけど、すいません。意外とねいけてるんで、でここ一発目勝負ですね。エリア内入ってフェス島津、ね、来週から打倒フェス島津があるんで、まあ、何名の方とね翼カップやれる時間もそうなんですけど、どれくらい即パの方とお会いするかっていうのもすごい楽しみではあるんですけど、まあ、今までの倍は負けるのは覚悟しなきゃいけないのかなと思いながら、こうね案の定止められると、はい、しょうがないですね。でこう美咲くん拾ってくれて開いたんですよね。この辺がねやっぱりこの間の AI の挙動のあれもあったんですけど、ラインコントロールがいかんせんえぐってからのパスの時はディフェンダー何してんねんっていう感じですよね本当に。で今度はいフェスのねトーマさんのガチャの時も紹介したシュート全部防がれ祭りが始まっているんですけどこれはもう覚悟してて、おそらく多分今後力2本派で次はやっていく中でキーとなるのは全力中のゼロ距離シュートをいかにちゃんと何回繰り出せるかですね。まあ全力は普通前後半2回っていう、しかもこれキャッチで止めてくるんでびっくりしましたね。ソリッドブロックでエリア内ソリッドブロックで止められちゃうんでマジかっていう感じだったんですけど、で自分も全力がついたので全力つけていきます。はい、でここはもうどうアンディさんねよくこれをコメントで入れてくるんですけど、まあ激戦ですよねそれ。前半すごい早いですよね。お互いが多分待ち時間も早いんで、多分ここ悩むんですよね。多分ドリブルはないなと思ってるんですけど取れないなと思ってるんで取れないですよね。やっぱり石崎くんこれクリティカル勝てないと多分取れないですね。でここはもうねここラインがうまく最後寄ってくれたんでよかったっすけど、ここからの次ですよ。自分はとりあえずパスカットしとけば OK と思ってたんですけど、ブロックも考えたんですけどね、まあ、ブロックよりはドラパス嫌だなと思ってたんで、多分トラップいけると思ってたのかなキャプテンさん。この辺がねもうちょっと何行くぜをしてたんで、まあもう無理ですよね。スカイダイブ距離から打たれてロベルトインでやられてるので2万2000ですもんね。エリア内2万いってないんで入っちゃいますよね、はい、ソックのやっぱり49にされるとフィールドパスも通らないですよね。やっぱ力2本パーで力45とかでやってると、なので、やっぱりここ変えていかないとっていうのが、まあジェンティーレね入れて 51% にされてる方も結構多いんで、その辺はソックとの人の戦い方は今後の課題かなとは思います。でここが必殺ヒューガ君やろうとしたらなんかヒューガ君変なとこ行って多分自分ワンタッチ遅かったんですよね。で即の時って結構新田君を外したいんですよね普段。でもちょっとこの日はヒューガ君を外して、ロベルトインして自分も、バフを効かせて 49% まで上げていくというようなやり方に変えています。どうしてもねセンターにロベルト置くとワンツーの対象とかパスの対象になるんで、サイドの上下でタックルパスカットとか持ってるキャラクターの間に挟み込まないとターゲットにされやすいので、まあ、ロベルトは多分多くの方がね多分左右に振ってるはずだと思います。もしくはトップですよね、トップに置いてると思いますけど。でここがもう無理だなと思ったんで、まあ初手は、まあ、グリーンカット30だったので取れないからタックル。強いっすよね。でもやっぱねうまいしうまいし、パス回しがね多分次パス回し来るのかな、
うまいですよ、こうああこの先かな、とりあえずパス回しうまい。でやっぱなんだかんだロベルトに、ね、合わせてくるんですけど、とりあえずここは自分的にはオフにさせたい、ツートップをオフにさせたいっていう連盟のメンバーからね、力にホッパー終わっただろうみたいなこと言われるんですけど、はい、そんなことはないぞと思いながら、まあ、ファールなぜかファール。埼玉さんが誰か分かんないんですけどね、埼玉さん自分もライベが1位だったって言ったことがあるよってことは、ライベ1位取るくらいですからね、亡者の方だと思うんですけどあのね、名前教えてくんないんですよね、所属誰ですかっていうの。そしてこれあのキャプテンさん誰か知んないけど、すごい珍しいと思うんですよ、キャプテンさんね、こういうことやらない、普段やらないと思うんですけど、多分この時はちょっと本当にラッキーでしたね。まあまさかねマイボールになってると思わなかったんで、はい、まあでも、ね、やっぱりあのうまい方とやってるとロベルト入れちゃうと徹底的にロベルト狙ってくるん でこの辺はもう自分も普段はやらないですけど、やらないですけどっていうか、あんまりうまくないんでやりたくないんですけどっていう方が正しいですねああいうのできなくはないんですけど、あんまりミスるんでやらないっていうだけで、ここがやった結果あの2人にマッチアップされてっていう積みゲーだったんですけど、ワンチャン赤井くん翼くんで突破できないかなっていうところなんですよね。自分今翼くんだけ唯一 AN がカンストが終わってないので、今ちょうどフレポで頑張って SR 集めてるんですけど、いましたねこの辺。まあなんとかね2人で挟み込んだんですけど、多分美咲くんがある程度ドリブル上がっててもこれではいけるかなと思って、葵くんがね自動パスか、これ今回ついてたらちょっとやばかったっすよね。この辺ちょっと自分でも珍しくしっかりよくできたかなと思うんですけど、もう一回自動まで戻す間に横パスで揺さぶりかけて相手のラインが崩れると。でこの時に、結局オフサイが戻んなかったのでどうしようかなと。でちょっとここ心配だったんですよね、吹き飛ばしてやるたりだいぶ上がってたんですけど、自分のグリーンカットパスの方で勝てた。いやでもここまあまあ引っかかるんですけど、多分ロベルトいなかったら引っかかってたかもしれないですね。でここはうまくつかせてもらって、足の速さが出ましたねここは。で自分全力ついたんで、やっぱスピード振らないと厳しいですよね、やっぱり強い人たちと戦うときは。葵くんもね最後あるんですけど、でここであれですね、再びちょっと一番怖かったのが S の顔面ブロックね、もう装備はされてるんで多分今後振られると思うんですけど、 S の顔面ブロック止まっちゃうんで、今後そこがね怖いっすよね。で銀だったんでどうかなと、もう多分金以上だと、銀対銀じゃないと可能性はないかなと、あーってやってくれるんですけど、まあ入んないですからね本当に連盟の中でもねやってんですけど入んないんで本当に。ただね言ってくれたんですよ、ここはね、まあ何言ってたの止まると思ったでしょうね、多分やられてると、あやられてるんで分かると思うんですけど、本当に入んないんでラッキーっていう感じです。はい、でこのまま残りわずかみんなで何って押してくるんでひどいんですよね本当に頑張ってるのにね、こうやっぱね見てくれてる方が応援してくれないんで、いつもはいつもなんで全然気にしないんですけど、美咲くんが力尽きちゃったんで、ここはもう本当にマッツン頼みですね。ここは多分ゴールデンがねどれくらいになると危ないかな。ゴールデンは正直多分今この自分のパラでキンクリだと、S99 のゴールデンとかも多分繰り方の乗り方次第で弾いたりはできてる時もあるので、まあまあやっぱイーグルパスカットは上げた方が本当にいいかなと思います、はい、でここが最後ねライン相手自分全力中だったので1個、ここもねやっぱ足のスピード、葵くんが変なパラメーターの振り方なんですけどスピード振ってんですよ、抜け出しの裏っていう2列目
よくあの J リーグとかでもあると思うんですけど、2列目間の裏抜けっていうのが結構このゲーム最近あのフォワードオフサイドにしとくとあの分かると思うんですけど、2列目がディフェンダーのギリに行くので、ちょうどその時にまああのスルーパスというか裏パスを狙っていくというか、その辺がちょうどいい感じになるかなと。まあここはたまたまですね、もう本当に運が良かったですね、あそこが止めれた。まあキーのポイントは多分あそこのマッツンが止めれたか止めれないかというところがキーだったかなと。はい、もうあっという間ですね、すごい早い。いや本当にいい試合で、でもラッキーですね、やっぱり運勝ちというか繰り勝ち、繰り勝ちで勝たせていただいたというところで、相変わらず強いっすね。まあこんな感じの試合でした。はい、本当に素晴らしかったかなと思います。はい、以上なんですけれども、まあまた、はい、あのミラティブよければですね、遊びに来ていただける機会あれば、あのなんか雑談とかしながらフレマとかもしてますので、あのミラティブ遊び来ていただいて、フレマぜひぜひ皆さんしてください。